おととい、安倍総理のインタビューしてきたんですよ。あ、なんか、批判されてましたね。はい、批判されてた？なんだっけ？いや、月刊花田がね、うん、あれに応じてるっていうのが、ツイッターに出てきてて、うん、まあ、うん、経済の、金子？あ、金子さんね。金子さんがもう。うん、金子さんもだいたい安倍批判ですからね。そうです。ネトウヨの雑誌とかなんか言うんですけど、はい、金子何がしは、はい、月刊花田読んだことあるのかと。読んでから言えと。そうですよね。要するに月刊花田だったってですね、はい、別に、はい、右寄りの論調かもしれませんけど、はい、ネトウヨとは全く縁がないし、はい、喧嘩本でもないしね、はい、喧嘩本とかですね、はい、ネトウヨの雑誌とかいうやつらはですね、はい、ちゃんと読んでから内容を批判しろと、はい、いつも言ってるように、はい、ただただ決めつけですね、彼らは。彼らの方がよほど、はい、ヘイトだと僕は思いますよ。ちゃんと読んで、その中身についての批評はしてないですからね。この部分がおかしいとかね、はい、そういう批評をしないで、ただただね、はい、そういうふうに決めつける方がよほどヘイトだと思います、はい、私は。そうですね、うん、はい。悔しかったら読んでみろと。そうです。そう思います。本当に。女帝小池百合子、石井妙子さんのね、はい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 、女帝小池百合子をね、はい、読むとですね、はい、こんな、その、人間をね、はい。政治家っていうか、まあ、都知事とかですね、はい。もしかしたら総理の黙りを伺うっていうような立場に置いていいのかと、そうですね。いうふうに思いますね。思いますね。これがまあ、15万部売れてるっていうんだけど、はい。15万ではなんか、小池にとっては痛くも痒くもないのかね。全く無視してますけどね。そうですね。全然、相手にしてないですね。まあでも、書評とかなんかにも出る率がすごい少ないんですよね。はい。あんまり見ないんですよ。そうですね。これほどの本なんですから、本来テレビ局が取り上げなきゃおかしいですよね。はい、いや、本当だよね。はい、うん。こういう問題がありますよっていうことはやるべきだと思うんですけど、うん、やっぱり次からも小池からこう嫌われたくないから、みんなの分かってるから、うん、忖度して、やってるんでしょうね。うんはい、情けないですよね。はい、情けない。文春がね、はい、例の新聞不信という新聞コラムでね、はい、書いてるんですけど、はい、これ都知事選報道やる気なしと。はい、全くその通りなんだよ、はい。東京まで2週間を切っても東京都知事選の記事は紙面で探すのが大変なほどであると、はい。新聞紙面で探すのがね。はいはい、23日には立憲民主と共産社民が支援する宇都宮検事候補の陣営が、今回行われていないテレビ討論会の実施を各局に申し入れたと。はい、まあ、今コロナだからっていうんでやってないわけですけどね。はいはい、記者会見で論争を拒む候補が誰か調査報道せよと迫ったと。はい、だけどですね、うん、その申し入れ自体をですね、はい、報道してるのが赤旗だけだったというですね。はい。それもひどいですよね。情けないですよね、はい、これ。はい。だから、無風でそのまま小池にして、うん、行きたいっていうのがもう新聞もテレビもそういう雰囲気ですよね、うん、で新聞なんかはあの本のことをなぜ取り上げないのか不思議なんですけど不思議です、ね、あの本を取り上げたのでですね、はい、私がですね、はい、一番素晴らしいと思ったのがですね、はい、このコアマガジンのいけない雑誌ですけど文化タブーというこのエロがたくさん載ってる雑誌があるんですけど、はい、そうですね、この記事がですね、はい、エロがいるとしてですね、はい、まあ、見たい人は見りゃいいし、見たくない人は見なきゃいいんだけど、はい、このいろんな記事はですね、はい、結構鋭いこと言ってるんですよ、遠慮したくなく。はい、それで、ここにですね、うん、小池の本のこと書いたんですけどね、あ、はいはい、今月号で、はい、人の心を持たない人格破産者に権力を委ねていいのか、はい、嘘で塗り固められた小池百合子という生き方、はい、すごいでですね、はい、すごいこと書いてるんですよ。はいはい、先日、論評作家の石井妙子さんが、女帝小池百合子の本を上司されました、はい。正直、新型コロナ禍で小池都知事の存在感も高まってるし、7月には今の都知事選もあるし、今このタイミングで小池の本を出せば売れるんじゃないかと計算された緩い本かと思ったら大間違いでした。はい、小池百合子なる人間がとんでもない人格破綻者で、現在の地位は嘘を嘘で塗り固めたことで得たものであり、はい、いかに政治家として多くの国民の運命を委ねるに値しない人物であるかが綿密な取材に基づいて明らかにされていたのです、うん、こんな素晴らしい本を作るとはやっぱり文藝春秋の編集者はレベルが違います。ペラペラの自己啓発本を作って越に行っているどこぞの天才セクハラ編集者、
丸学校中現当社の箕輪康介さんのことです。会見ことに、もうこれくらいの仕事をしてくれたらマジでリスペクトなんですけどです、はい、あ、もちろん同業者としての天才に対する妬みです。小池都知事のノンフィクション本に話を元に戻します。この本に書かれているカイロ大学を首席で卒業という学歴詐称疑惑もずっと言われてきたことですが、この本ではほぼ答えが出てます。真っ黒だと。そうですね、もう 99.999% は詐称してます。はい、あの女は首席どころかカイロ大学卒業してません、うん、そうなると普通に問題ですよね。日本の首都の首長が学歴を詐称ってそんなことがまかり通るんでしょうか。しかも新型コロナ禍を逆戦やけ太りしてこのままの勢いで国政復帰して寄せ初の総理大臣の目も出てきているわけですから、ショーン系バリの学歴詐称が総理大臣とかあっていいんでしょうか。はい、すごい所要っていうかですね、はい、もう書いて書いてるんですよね。そうですね、このぐらいのことをですね、どうかやってくんなきゃなと思いますけどね。はい、文化タブー侮れません。そうですね、はい、買うのがちょっとはい、ためられる、はい、グラビアですけど。そうですね、その記事の内容はですね、はい、なかなかいいことを結構やってるんですよ。はい、そうですね。